こんにちは。今日のニュースです。9月8日に起こった現代グロービス船転覆事故で積み荷の新車が4200台と報じられてましたが、実は6100台だったという記事がありました。もしかしてまた化石祭？そんな疑惑が湧いてしまいますが、実際どうなのでしょうか？記事をご紹介します。最後までご覧いただけたら嬉しいです。セウォル号再び。英国メディアにアトランタク .com によると、去る8日ジョージア州ブランズウィックビクハン近くで転倒事故に遭った現代グロービス所属ゴールデンレイ号に出荷された車両が当初知られている4200台ではなく6100台に達するという主張が提起された。現場で活動したある関係者によると、ゴールデンレイ号に事故当時出荷されていた主量が6100台程度であった。また水深が低いブランズウィック港を抜けていく、出入り口の水深が低いセントサイモンス渓谷を通っていくために、船の平行を合わせるバラストタンクの水を放出した状態で、事故が発生したという証言も出てきたことが分かった。記事は以上です。今回事故になったゴールデンレイ号は、車の積載水晶が4000台とのことで、またもや化石祭ということになりますね。化石祭の場合、喫水の位置が下がるので、一目でバレてしまうため、バラスト水を抜いてバレないようにして、その時にバランスが崩れ、事故が起こったという証言もあります。セウォル号で、あんなに大きな事故があり、たくさんの犠牲者が出たのに、何も学んでない。と言っていいでしょうか？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。またね。